それでは続きまして、令和新選組より、田谷良衆議院議員です。お願いいたします。同志の皆様、こんばんは。令和新選組の、羊の皮をかぶったヤギ、田谷良と申します。まあ、今日はその、羊の皮も脱ぎ捨てて、狼になるためにここにやってまいりました。皆さんに聞きたい。消費税は、預かり税ですか？違いますよね。2月10日の私の内閣委員会の質問に対して財務省の政務官は預かり金的な性質ではございますけれども預かり税ではございませんと明確な答弁をいただきました。ありません。にもかかわらずマスコミさんには申し訳ないけどもマスコミさんや著名人至るところでまだまだ預かり税益税であるそういった報道が横行しております。皆さんおかしくないですか？預かり税ではもう結論出てるんです。預かり税ではこれはありません。法人税と同じ性質の直接税である消費税はそういうことですよね。消費税は、私自身まだ理解ができておりません。まだ理解ができておりません。そしてその先のわけのわからないインボイスというものを何としても明確にして皆さん方に周知していかなきゃいけない改めて私思っております。インボイス皆さんどれぐらいの方たちが分かってますか？私が7月に朝まで生テレビに出た時に田原総一郎さんに聞かれました。田谷さんインボイスって何なの？これが答えです。田原総一郎さんですらインボイスのことを答えられない、わからない。そんなものを国民が理解できると思いますか？ちょっと拙速じゃないですか？皆さんどう思いますか？そうですよね。国民の大半が理解していないインボイス制度、これをなぜ今この不景気な時、物価高な時に推し進めなきゃいけないのか。一体どこを見て政治家たちは官邸は仕事をしてるのかと言わざるを得ないと思いますがどうですか皆さん。いい加減大手企業の忖度、大手企業の大手企業による大手企業のための政治、何も大手企業が悪いとそれだけ言ってんじゃないんです。やりすぎてるんです。そろそろ中間層をしっかりと分厚くしていくトリクルアップ積極財政、これが必要じゃないですか皆さん。そうですよね。トリクルダウンはもう起きなかった、何十年起きてない。下からしっかりと底支えしていく中小企業を育てていく、家計をしっかり温めていく、そういう政策に舵を切らなければいけない時です。今日官邸前です。しっかりと岸田さんに声を届けてまいりましょう。皆さんと最後まで連帯をして連携を図って、そしてインボイスの廃止、その先に消費税の減税廃止に追い込んでいく、一緒にやっていきませんか。インボイスをなくすのは簡単ですよ。複数税率やめればいいんです。まずは 8% に景気対策と称してやればいいんですよ。簡単なことじゃないですか。そうすればインボイスなんかいらないんです。ぜひ皆さん方声をこれからも大きくして一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張りましょう。すいません、紹介、串渕さん、同志の串渕さん参りました。一言だけ。皆さん、令和新選組は全国各地で今ストップ増税、今すぐ減税、インボイス廃止、これを訴え全国でデモをやってるんです。多くの人たちが連日足を止め、そして耳を傾けるようになってきた。そして皆さんのおかげで50万以上の署名が集まった。この声を何としても岸田さん聞いてください。絶対にこの声を、日本で初めてのこれだけの数、無視をさせることはできない。多くの皆さんが後退してきたと言われた民主主義、これを証明してくれたこの勇気と希望、これをぜひですね、皆さんと一緒にインボイスを廃止することで最後まで諦めずに
力を合わせていきたいと思います。令和新選組、櫛渕麻里でございました。ありがとうございます。最後にお願いです。マスコミの皆様、民主主義をしっかり機能させるためにはまずまともなちゃんとした報道が必要です。消費税に関すること、インボイスに関すること、マスコミの皆さん、ちゃんと報道してください。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。